こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後地点から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は子はよく不行を浮くです。子が父の仕事を受け継ぐこと、弟子が師の後継者となること、またそれにふさわしいこと。前後録においては、弟子が修練によって師に匹敵するほどの力を身につけているのを唱える場合に用いられることが多いが、師と同じくらい凡庸な修行者だというように、悪い評価を下す場合にもこの表現が使われています。前後録の中の用例としては、欲を用いない、子は不行を浮くの形の方が多く見られます。それでは今から子欲不行を浮くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。